明日インレタ修行、今回は地味な表記類の多い浮かした機器の中にあっては比較的派手な、インレタを貼っていきます。転写していきます。これですね。危険丸木マーク、これを転写していきます。はい、では老眼鏡、まずは縦方向をキープしていきます。ここはちょっとギリギリ目に攻める、大丈夫かな。縦、ここはいやいや、余裕があっても OK で、次はこちらですね、上下方向を切ります。切り出せたようですね。そうしましたら、あらかじめ切っておいたセロテープですくってまいります。うまくいくといいな。よし、うまくいった。はい、このようにすくうことができました。はい、これが終わりましたら、はい、モハネ 5% を取り出します。他のインレタは あらかた貼ってありますね。これはこのポジションはこの辺ちょっとホコリがついておりますので、タミヤのモデリングブラシで埃を払う。ちょっと最初はポンと置くぐらいですね。と言いながら端っこで折り返そうなんとなどとしておりますが、大体良さそうです。この辺を折り返して位置を固めていきます。固まったかな、位置がいいかな。一部転写されてしまった。転写性能があまりにもいいので、ちょっと押さえただけで転写されてしまうことがあります。転写されたかどうか見てみましょう。ちょっと傾いてる気もしますが、まあよしとしましょう。